どうせここだと思った。あんた、本当にここで絵描くの好きだな。よくもまあ、飽きずに同じ風景描けるよな。都会の方が描くもんいっぱいあると思うけど、なんで戻ってきたの？あんたが戻ってきた時もみんな聞いてたけど、未だにそれにはだんまりだよな。あ、都会の荒波に耐えきれなかったとか？別に、邪魔したくて来たんじゃねえよ。こんなクソ田舎にいてもつまんねえからさ。あんたで暇つぶししてるだけ。俺のことは気にしないで書いてればいいだろう。俺も気にしないで話してっから。はあ。あんたが帰ってきた時は村の奴らもそこそこ湧いてたけど、結局すぐにいつものなんもない時間に戻っちまったな。ああ、あんたバカか。俺が都会に出たら働かなきゃなんねえじゃん。仕送りなんて当てになんねえし。だったらクソつまらなくてだるくても、働くよりこの田舎にいた方がまだマシだわ。じじいが畑仕事手伝い手伝いってうるせえから仕方なくやるときはあるけどな。なあ、ほんとなんでいつもここの絵描いてんの？光の違いね。なんも変わんないと思うけど。なあ、それよりさ、変わったって言えば、俺も変わっただろ？ほら、見ろよ、俺の体。成長しただろ？あんたが村にいた時よりもさ、こんなクソ田舎でできることなんて限られてるからさ、体だけじゃなくて、そっちの方も上手くなってんだぜ。俺としたやつみんないいって言うし。何よって何恥ずかしがってんだよ。あんた気にしてないふりしてっけど、俺のことチラ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 見てるよな。あんたが気になるんだったら、俺のこといくらでも隅から隅まで見ていいんだぜ。こんな景色より俺のこと書いた方が楽しいと思うけど。何赤くなってんだよ。冗談に決まってんだろ。はあ、そろそろ飯の時間だから帰るわ。じゃ、またな。あ、なあ、俺のこと書きたくなったらいつでも言えよ。あんたが書きたいって思ったところ全部見せてやるよ。またな。